立憲民主党の蓮舫議員と泉代表の批判の応酬が話題となっているとのことですが、党の内紛が明らかなことにツッコミが殺到し大炎上しているようです。蓮舫議員と泉代表のツイッター上でのやり取りや、このところの立憲民主党の後ろ向きな報道内容などネットの反応と合わせて紹介していきます。ニュースの詳細。立憲民主党の泉健太代表が5月13日、同党の蓮舫議員に宛てて、なぜ同じ党の仲間であり、幹部経験者でもあるのに、こんな投稿をツイッターでされるのですか？やめませんか？とツイートし、この投稿は同日中に削除されていましたが、改めて立憲民主党が内紛状態にあることが明らかになっています。ことの発端は5月10日の両院議員懇談会の席上、泉代表が次の衆院選挙で獲得議席が150を下回った場合、責任を取り代表を辞任するとの考えを示したことであり、泉代表は12日できなかったら辞任という発想ではなく、立憲民主党の議席を伸ばすという決意と覚悟を示しましたと軌道修正とも思われるツイートをしましたが、これに蓮舫議員が噛みついた形です。蓮舫議員はその場に伝わったとは思えないですが、こういう弁明はどうなのかと苦言を呈すと、泉代表は弁明などしていませんと反論し、やめませんかとのツイートへと続きました。泉代表はもう十分に発信したとしてこのツイートを削除しましたが、蓮舫議員のツイートは残ったままであり、蓮舫議員は今年に入って泉代表への批判を強めています。今年1月には東京都内の大学で講演し、2021年夏の参議院選挙で党の支持が広がらなかった原因を問われ、泉代表の発信力がダメなのではないか、経験が浅く知名度がない人をトップに立てると真っ当な政策を言っても国民に届かないと話しています。4月には衆参後補選全敗について、悔しさが全く見えない、一番変えなければいけないのは代表の認識じゃないですか、何をやりたいか、何にしがみつきたいか、何を発信したいか、自分で今日夜持って帰ってしっかり考えてくれと、と両院議員懇談会で泉代表に強く迫りました。政治担当記者はまるで吊るし上げのような事態になっていますが、この対立は衆院選まで続きそうな気配ですと語っています。一方で SNS では概算風の暴風雨の中で必死でサバイバルを考える泉健太に、概算のない参議院議員が足を引っ張りまくる、挙句の果てに内ゲバをツイッターで仕掛けてくる蓮舫、どうしようもないなぁ。民進党時代選挙で敗北した時の代表は蓮舫さんですよね。自分のことは棚上げですか？民主系混乱のきっかけは蓮舫代表時の都議選敗退。そうした自分の経営能力のなさを棚に上げて、支えるより上から目線でこき下ろし、と厳しい指摘も見られています。本当にこのところの立憲民主党では、後ろ向きな報道が続いており、小西博之議員は衆院憲法審のことを猿のやることなどと発言し更迭されました。小西議員が務めていた野党筆頭幹事の後任となった杉尾秀哉議員は、高市早苗経済安保担当大臣に私が信用できない、答弁が信用できないんだったらもう質問なさらないでくださいと切り返され、言葉を失う場面がありました。また石垣のりこ議員は、
公文書をおろそかにすることは民主主義を毀損するのと同じこと。主権者たる人民をないがしろにする行為に対して怒って叱るべしですと5月2日にツイートし、人民という表現に違和感を覚える声が殺到し炎上する事態となっていました。さらには鎌田さゆり議員も自身のツイッターを更新し、不法滞在犯罪と認識されている方がまだまだ多いようですが、それは誤りです。そもそも現代において不法滞在というワードは使われませんと綴り、ツッコミが殺到していました。今回の蓮舫議員と泉代表のやり取りもツイッター上で展開されていることに、学級崩壊レベルの立憲民主党などと苦言を呈する声が多く見られています。選挙を前に結束することはできるのでしょうか。ニュースを深掘り。というわけで、蓮舫議員と泉代表とのツイッター上の応酬に立憲民主党の内紛状態が明らかになっているということでしたね。この泉代表と SNS を通じて非難の応酬を繰り広げていることに関し、委員長を務める国土交通委員会での審議をめぐる与野党の協議後に記者団の取材に応じた蓮舫議員ですが、この空中戦についてはコメントはしませんでしたが、蓮舫議員がここまで公然と泉代表をこき下ろし続けているのはなぜなのでしょうか。ある政界関係者は、目立ちたい、誰に対しても攻撃的という本人の性格もあるのでしょうが、蓮舫さんは派閥の親分である野田佳彦さんをもう一度代表につけたいと考えているのでしょう。野田さんがトップに立てば自分もポジションを与えられると計算しているのではないか。そのために泉代表を引きずり下ろそうとしているのだと思うと語っています。またこのツイッター上の応酬にはアルピニスト野々口健氏もツイッターを更新して苦言を呈しており、野口氏は泉健太さんをしてもこの党をまとめるのは難儀極まりない、幾度名札を変えようともこの党の本質は変わらないということなのでしょうか。こんなツイートやめませんかと代表に言わせてどうしたものかと蓮舫議員の投稿を疑問視しています。その上で野口氏は、立憲さんはもっと自分たちの代表に敬意を持たないと、泉健太さんとは個人的に長い友人ですが立派な方です、党が大変な時にあえて手を挙げて代表になった方ですし、その泉健太さんを選んだわけですからと綴っていました。さらにネット上では2人のやり取りに対して蓮舫批判が噴出しており、代表に対して異論があるなら党内の会議ですれば良い話で、なぜそれをわざわざ不特定多数に聞こえるようにツイートするのか全く理解できない、代表を支える立場の議員が支えないでどうする、蓮舫さんも代表を務めた人ですよね。蓮舫議員のこのような立ち振る舞いに嫌悪感を抱く、度重なるこのような言動に出てきただけで生理的に受け付けなくなった、立憲から離れていく人が多い原因の一つにこの方の言動があると思う。それにしても嫌悪感を抱く、生理的に受け付けないと批判されるのはよほどのことであり、ネット上でも多くの人が自分も党の代表時代何もできなかったくせにお前が言うなよと、また蓮舫議員に大ブーメランが直撃と思っているのでしょうね。ネットの反応をまとめましたのでご紹介します。あなたの感想もコメント欄に書いてくださいね。あとチャンネル登録もぜひお願いします。マジでひどいなこの党、批判するのが仕事かよ、国政のために尽くすって発想がないのかな。
蓮舫は党組織を立て直す側なのでは？なんで都合いいように新米ペーペーみたいな立場に立ってるの？どう考えても毎度毎度蓮舫とか辻元とか旧民主党政権の連中が出しゃばるから立憲の支持率って落ちてるよな。いい加減おとなしくしてればいいのに。こんなの SNS で言わずに本人や会合で言えよと思うが、150議席取れなかったら辞任、そのくらいの意気込みだと言っただけという泉のコメントも情けなさすぎる。さすが政権は取りたくないけど野党第一党では痛いだけのことはある。蓮舫、辻元がタッグを組んでいる間は自民党は安泰だな。こいつらが最大の自民党応援団という皮肉。こいつらが話題になるたびに有権者はうんざりして立憲から離れるし、東京選挙区で6人中4位だったのが蓮舫。しかも共産党の山添拓に負けている。偉そうだろ、雑魚参議院のくせに。わら、蓮舫って民進党時代に代表やって選挙でボロ負けして辞任させられた過去あるのに、よくこれだけ上から目線で噛みつけるもんだよな。厚顔無恥ってやつか。立憲みたいな党が野党第一党だから自民党をあぐらをかいてまともな政治しないんだよな。絶対負けないって分かりきってるから。維新が野党第一党になれば自民党もビビってちゃんとまともな政治するだろ。政権与党には反対意見ばかりで、同じ党内でも批判ばかり。その割に建設的な意見に乏しい蓮舫自体が立憲民主党の支持率を下げていることに気づかないとはね。立憲には評判の悪い議員が多すぎるんだよな。蓮舫しかり、辻元しかり、小西しかり、杉尾しかり。こいつらはコアな支持層の受けはいいんだろうけど、全体で見たら立憲に投票したくない理由になってるし、マイナスでしかない。この人に限らずだと思うのだけど、基本的に野党の人たちって他人を批判することが何よりも先になってる感じはある。選挙で負けたらただの人ってのもあるから、批判しまくってでも目立っていたらいいのだろうけど、それじゃ会社組織のように見たら誰もいなくなるがありそうなんだが、社会経験乏しいのかわからないのかもね。最近の泉は小西や原口などの面倒を見るの大変そうだし、この内下場を理由に方向性の違いとか言って立民を離党して自民改新か国民民主か新党を立ち上げしようという泉の作戦かもしれん。蓮舫は小西問題で泉が集中砲火受けてる間何してたの？小西がでっち上げで噛みついている間やメディア関係者を恫喝したと分かった時は一体何してたの？なんで今になってしゃしゃり出てきて泉だけに噛みついてるの？最悪だわこいつ。蓮舫はテレビドラマの役者のつもりなのか？自分のセリフに陶酔してるだけで、こうしたらどうですかという提言。国民のためになることを何一つとしてやってない。愛の感想。このニュース、あなたはどう思われましたか？もはやどうしようもない立憲民主党の中でも群を抜いて支持率を下げることに貢献し続けているのは、どう考えても蓮舫議員を置いて他にいませんよね。いよいよ蓮舫議員も噛みつくところがなくなって、ついに共食いしないと党の存在意義を見出せなくなったのでしょうか。蓮舫議員と立憲民主党が国民に背中を向けられるとわかる内紛の一幕ですね。立憲民主党の衰退は今始まったわけではありませんが、幹部と元幹部の集大を見せられては、次の選挙では現状維持も厳しいでしょう。
それにしても、蓮舫議員の狂気に似た仲間への吊るし上げは異常であり、立憲民主党が浮上するためには、国民に対して一致協力していることを見せつけねばならない状況の中で、党内の内紛を見せつけられる有権者がただただ呆れるばかりです。こんな政党、議員に国民の税金が大量にばらまかれていることに憤りしか感じません。国益に何の寄与せず、国民を敵に回し、税金泥棒の立憲民主党には、もはや何も期待をしていませんので、内下馬からの内紛、分裂何でもいいので、一刻も早く党が消滅してくれることを祈ってしまうのは私だけでしょうか。あなたはどう思われますか？あなたの感想、コメント欄にお待ちしております。政治の味方チャンネル、キャスターの愛です。ご視聴ありがとうございます。これを機に、こちらへの登録、よろしくお願いします。